マリちゃん。何？見て見て、地球の写真だけどさ、うん、なんか綺麗なところだね。そうだよ、この時期はね、緑も綺麗で風も気持ちよくって、とってもいい季節なんだよ。そうなんだ、うん、僕今度地球でさ、ピクニックしたいな。そうだね、またさ、そうやってパンケーキとおにぎり持ってさ、地球でもさ、ピクニックしてみよっか。そうだよね、うん、このさ、うん、木もさ、あと気持ちいい風も全部神様が作ったんでしょ。そうだよ、神様が作ってくださった自然の中で賛美するのもいいかもしれないね。そうだね、今度僕ギターの練習をしようかな。あ、そうだよ、忘れないでね。それじゃあ今日もしもべやの大冒険スタート。スタート。マリちゃん。何？よしみちくんからお手紙が届いてるよ。お、じゃあ読んでみるね。創造主の神様はいつ生まれたの？だって。この間ね、違うお友達にも同じ質問をされたんだよ。イエス様がマリアさんとヨセフさんの子供として生まれてきたんなら、じゃあ一体神様はいつ生まれたんだろうって思うよね。そうそうそう、神様ってお父さんとお母さんから生まれたよね。いや、生まれたよね。実はね、神様から全てが始まったんだよ。え？神様生まれてないの？そうなんだよ、神様が全部の始まりなんだ。ペイ君の聖書の一番最初を読んでみて。うん、ちょっと読んでみるね。はじめに神が天と地を創造された。地は荒漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。ありがとう。ここにも神様が全部を作ってくれたってことが書いてあるよね。そっか、じゃあ神様はさ、木や動物、植物、そして僕たち人間も作ってくれたんだよね。ペ君、クマだよね。あ、そうだった。そんな神様が私たち一人一人のことを作って、大切に愛してくださるっていうのは本当にすごいことだよね。神様から全てが始まったんだよ。今日の質問は、創造主の神様はいつ生まれたの？だったね。神様にお父さんとお母さんはいないよ。神様が全ての始まりで、神様が全てのものを作ってくださったんだ。解決。マリちゃん、うん、この前病院行ってたんだよね。大丈夫だった？あ、うんうん、大丈夫。ちょっとね、腰をね、痛めちゃってね。あ、そうなんだ。でももう病院行ってきたから大丈夫だよ。あ、よかったね。あれ、ペイ君もさ、病院行ったんだっけ？え、僕元気だから病院には行ってないよ。そうだよね、聖書の中にもね、そういう話が出てくるんだよ。そういう話？どんな話？イエス様がね、歩いているとマタイさんが座っているのを見かけたんだよ。マタイさんはね、徴税人だったんだよ。マタイさんってさ、イエス様のお弟子さんになる人だよね。うん。でもさ、その徴税人ってさ、みんなからお金をいっぱい集めてさ、そしてみんなから嫌われていた人たちだよね。そうそう。なんでイエス様はその徴税人さんに声をかけたんだろう。マタイさんはね、イエス様に声をかけてもらったらすぐにイエス様に従ったんだよ。
そうなんだ。マタエさんはさ、自分で自分が悪いことを知ってただろうしさ、本当はいい人になりたいと思ってただろうから、イエス様に声をかけられて喜んだだろうね。そうなんだよ。マタイさんはね、とっても喜んでイエス様と仲間の徴税人たちを集めてパーティーをしたんだよ。でもね、それを見ていた偉い先生たちがイエス様に言ったんだよ。なんであなたは悪い人たちと一緒に食事をするんですかってね。一緒にお食事をするっていうのはさ、仲間の印なんだよね。そうそう、イエス様は嫌われていた徴税人の人たちと仲間になってくれたんだよね。そうなんだよ。それでね、偉い先生たちにイエス様はこう言ったんだ。お医者さんが必要なのは健康な人じゃなくて病気の人です。私は罪のある人を悔い改めさせるために来たんですよってね。イエス様の言う通りだよね。イエス様は罪ある人のために来てくれたんだよね。だからこの偉い先生たちのためにもイエス様は来てくれたんだよね。そうなんだよ。偉い先生たちはね、自分たちで悪い人と一緒に食事をしちゃいけないっていう決まりを作ってたんだ。でもそんな決まりはイエス様の前には関係ないことだったんだね。そうだよね。イエス様は罪ある人をもお弟子さんにしてくれたんだよね。罪ある時は神様から遠く離れていたけど、罪が許された時、マタイさんはお弟子さんになったんだよね。そうだよ。私たちもイエス様に罪を許してもらった一人一人としてイエス様についていきたいよね。ペイ君、今日の暗唱聖句はこれだよ。読んでみて。うん。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。ルカ5の32。ありがとう。この御言葉はイエス様が偉い先生たちに言った言葉だね。イエス様は全ての人のために来てくださったんだもんね。それじゃあみんなで一緒に読んでみよう。読んでみよう。せーの。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためです。ルカ5の32。今週も暗唱聖句覚えてみんな一緒に頑張ろうね。ペイ君、賛美の時間だよ。そうだね、みんなも一緒に賛美しよう。この世界を作られた神様を賛美しよう。この地にもしも私一人だけでも、あなたは月を作るでしょう。この地にもしも私一人だけでも、あなたは花を作るでしょう。この地にもしも私一人だけでも、あなたは風を吹かせるでしょう。この地にもしも私一人だけでも、あなたはイエスを送るでしょう。
しい。あなたご自身のすべてが愛しい。バイバイ。マリちゃんさ、うん、偉い先生たちはさ、自分には罪がありませんって思ってたと思うけど、本当はそうじゃないのにね。そうだね。イエス様は全ての人のために生まれてくださったんだもんね。そうだね。僕も聖書に出てくる偉い先生みたいに、自分には罪がないって言って、あの人には罪があるって思いがちだから、気をつけていきたいよ。そうだね。それにイエス様が私たちの友達になってくれたように、私たちも寂しい思いがしている人がいたら、その子のお友達になっていけたらいいよね。そうだね。それじゃあみんな、また来週。バイバーイ。